クソが詰まっている時のスカシッペはほぼクソだね。ワンツーワンツークソだね。クソが詰まっている時のスカシッペはほぼクソの匂いがするんだよ。だからすかした後は周囲の顔を見てごらんよ。これほぼクソじゃないかというような面構えをしてないかい、してないかい、してないかい。よく見てごらん、よく見てごらん、よく見てごらんなさい。その顔の表情をよく見てごらんなさい。あなたはすかした匂いは、匂いは、匂いはほぼクソなんだ。だからそういう険しい表情に周辺の人がなっちゃってるのよ。だけれども別にあなたは悪くないわよ。なぜなら自然現象だから。すかしたことにより空気が流れただけだよ。恐ろしいね。ほぼね、クソなんだもんね。